こんにちは、Dスケです。ということで本日はブリックリンクの2023年からスタートした新しいプログラム、その第3弾となりますブリックリンクデザイナープログラムシリーズ3の最終候補作品がまたしても確定したということでチェックしていきたいと思います。この新しいブリックリンクのデザイナープログラムなんですが、2023年今年に入り5月に第1弾、そして8月に第2弾としてそれぞれ5つの候補作品が決定し、これからクラウドファンディング形式にて販売され、購入した方の元へ届くことになるんですが、早くも第3弾です。相変わらずのスピード感ですよね。ただ第1弾の作品を購入することができるクラウドファンディングですらまだ実施されていない中、次から次へと候補作品だけが決定していくこの状況、これらの素晴らしいセット本当に購入することができるのかと不安になってきている方も多いと思うんですが、シリーズ1は2024年の2月に、シリーズ2は2024年の6月にクラウドファンディングが開催される予定になっているので気長に待ちましょう。そして貯金しておきましょう。このブリックリンクデザイナープログラムって何よという方もいるかと思いますので、概要欄にこのプログラムについて過去にご紹介した動画の URL 貼り付けておきますので、ぜひチェックしてみてください。それではシリーズ3、応募作品180作品の中からファン投票を得て発売予定の最終候補作品となりました5つの作品を1つずつ見ていきましょう。まずはこちら、ハーバーマスターズオフィスという港の船舶の安全を守る責任者校長のオフィスをモデルにしたセットで、木造の桟橋に建てられた、これまたシックでこじんまりとした事務所、ガスタンクやガソリンタンクがあったり、いくつも設置された看板も雰囲気抜群、小型のモーターボートも付属し、桟橋の下には海藻とか魚とかサンゴとかも配置されていて、海辺の様子がよく演出されていますよね。建物の中はもちろん事務所スペースで、小物や家具が置かれていてごちゃごちゃした感じが大好きです。このデスク周りね、こういった機材がずらりと並んでいて、これはロマンしかないです。しかも2層構造になっていて、小さなロフトスペースもあり、なんと寝室も用意されていて、家の中も外も素晴らしい作り込みです。レゴアイディアシリーズより発売されました2019年の釣具店、そして2022年の灯台と港町の雰囲気漂うセットと、ぜひ一緒に並べて飾ってみたいですよね。続いてはザ・アート・オブ・チョコレートというチョコレート工場をモデルにしたセットで、ウィンタービレッジシリーズを彷彿させる外観が、これまた素敵すぎますよね。チョコレート工場ということで、カカオ豆を焙煎するところからチョコレートができるまでの工程が一つ一つ部屋が用意されていて演出されています。あとは出来立てのチョコレートを味わうことができるテイスティングルームなんかも作り込まれていて、外観をよく見るとね、チョコレートショップという小さいお店もありますね。いやー、見れば見るほど可愛いデザイン、よくできていると思います。続いてはフォレストストロングホールドという森の要塞をモデルにしたセットで、お城シリーズではおなじみの森の人たちの砦、木々に溶け込むようにして作られた、中央には石造りの橋がかかる2棟の要塞がモデルになっています。いやー、お城シリーズ大好きな方はたまらない、ぐんぐん血圧上昇しちゃう最高すぎるセットなんじゃないかなと思います。裏面を除けばこのようにダイニングスペースやキッチン、ベッドルーム、あとは金庫などもあり、森の人たちの生活感が演出されていて、ミニフィグもたっぷりと付属し、敵対勢力でもありますブラックファルコン騎士団のミニフィグも付属しちゃいます。そしてこのブラックファルコンといえば、同じくブリックリンクデザイナープログラムのシリーズ1で、こちらの山の要塞というブラックファルコン騎士団のお城が2月にクラウドファンディングで販売予定ですよね。さらには2022年のレゴグループ90周年記念セットとして発売された、こちらのライオンナイトの城と、懐かしきお城シリーズの3大勢力と言ってもいい、この大型の要塞3つを並べて飾ったら最高すぎますよね。たまらないです。さあ、どんどん行きましょう。と、その前にこの動画がいいなって思っていただければ、チャンネル登録、そして高評価よろしくお願いします。下にあるグッドボタンでできます。それでは次行ってみましょう。続いてはキャンピングアドベンチャーという、親子がキャンピングトレーラーでキャンプを楽しむ、その様子を再現したコンパクトなセットです。焚き火があったり、自転車やアウトドアチェア、そしてなんといってもこのレトロな雰囲気のキャンピングトレーラー、このオーナメントも可愛いですし、ちゃんと車で牽引する部分もあります。車内はというと、たった6ポッチ分の幅しかないんですが、キッチンだったりベッドだったり釣り戸棚だったりと、イメージ通りのキャンピングトレーラーが再現されています。いやー、このセットもね、コンパクトなんですけども、すごくいいですよね。ピース数も643ピースなので、価格もそこまで高くないと思いますし、複数セット購入し
してキャンピング場とかね、作ってみたいです。2023年今年の2月にレゴアイディアから登場したこちらの A フレームキャビンとの相性も間違いなく抜群だと思いますので、これはね、ぜひぜひ一緒にね、飾ってみたい、そんなセットです。最後はこちら、ロストシティという失われた都市の遺跡、その遺跡の謎を解き明かすために探索する冒険家のセットです。廃墟となった神殿のような建物に対して草木が侵食し、崩れかけている雰囲気がね、上手に表現されています。この入り口にあります、倒壊しかけている2つの石像も雰囲気抜群ですよね。遺跡探検がテーマになっているようなので、世界の冒険シリーズやインディ・ジョーンズシリーズが大好きな方にはたまらないセットになること間違いなし、建物の内部も細かく作り込まれていて、冒険の匂いがプンプンする素敵なセットです。以上、こちらの5つのセットとなりますが、今回もどれも素晴らしいクオリティ。さすがファン投票で選ばれ、最終候補に残っているだけのことはあるぐらい、とんでもなくね、魅力的なセットばかりです。そしてこれらのセットどうやれば購入できるのかということですが、これまたね、だいぶ先の話になってしまうんですが、2024年の10月にクラウドファンディングが実施され、その際に欲しいセットをプレオーダーという形で注文することができまして、一つのセットに対して3000セット以上の注文が入ると製品化され、2025年の3月に購入者の元へ発送される流れになっています。3000セットの注文という条件は設けられているんですが、まあ今回のシリーズ3のラインナップ、そのクオリティを見ても注文数がね、3000個に達しないことはまずないと思うので、製品化は間違いないと思ってます。もちろん注意する点もありまして、各作品ごとに注文できる数上限が決まっていて、それぞれ2万セットまでしか注文できないことになっています。なので人気のあるものは上限の2万セットに達した時点で注文ストップとなるので、争奪戦となる可能性も十分にあるかと思います。気になるその値段はというと、正直まだわかりません。というのも、この新しいプログラムが開始されて第1弾の販売が2024年の2月というまだ先のことで、その第1弾のね、価格もまだ発表されていないということと、まあ2月になればその時に大体の値段の相場感は見えてくるかなと思います。予想の価格帯としては、3000ピース超えのフォレストストロングホールドとロストシティは4万円ちょい、2000ピース台のザ・アート・オブ・チョコレートとハーバーマスターズオフィスは2万5000円から3万円。そしてこのキャンピングアドベンチャーは6000円、7000円くらいかなとは予想しています。僕もシリーズ1、シリーズ2、そして今回のシリーズ3と全てのクラウドファンディングには参加する予定なので、購入できた時にはより詳しい動画で皆さんにご説明できればなと思っています。皆さんは今回のセットで気になるセット、欲しいセットはありましたでしょうか？ぜひぜひコメントで教えてくれると嬉しいです。ということで本日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。